私は君だ。おぞましい姿だ。命の木を破壊する気だ。佐伯が果実を狙っていたのは自分だけは空虚に支配されないためだ。けどクイーンと一体化した今、彼にはもう解毒剤は必要ない。むしろ邪魔なんだ。悲しみや戦いが消えた世界、それは確かに理想だけどな。わずかさ、愛も喜びも消されてしまっては意味がない。ウサさんも、俺たちの光の力で世界に最高の笑顔を取り戻そうぜ。皆さんの力お借りします。ダイナーコスモス、ガイアアグルだ。聞かなかったじゃない。あの種より強力な解毒剤なんかどこにあんのよ。ここにもなかったらあまたもこの世界も終わるんだ。身がなってるかも。ここからじゃ見えないし、あんたとしたってどうやって取りに行くつもり。もう宇宙船なんてないんだよ。
光ってない。え？光ってなきゃダメなんだ。輝く垂れじゃなきゃ海底の垂れと同じ結果になる。今さらそんな顔しないでくれる？星の向こうのお姫様と直接心がつながるなんて奇跡を起こしといて今さら絶望しないでよ。女王様のためにここまで駆け上がってきたんでしょうが、女王様だってあんたのために7万光年も飛び越えてきたんだよ。なのに種が光ってるの光ってないのってなもんあんたが自分で光らせなさいよ。翔平は進化したんだよね。だったら進化した人間のものすごさを教えてよ。ゆい、女王様のことだけ考えて絶対助けるんだって強く強くそう思って。
き相模にアマテを救ってくれ。見て、聞いてる、効果があるんだ、アマテを救える。そうだ、戦神が解読されちゃうよ、マーイグレット。アマテ様、彼が、あの地球人の思いが。アマテ様、私を助けた。誰一人犠牲にしたくないんだ。俺は救う価値などあるのか。犠牲ばかりを強いるこの宇宙に。知恵を与える命の木は、それを守る戦神と、その知恵を消し去る毒を持ったベゼルブを生み出したんだよな。そうだ、クグツは暴走した知恵が宇宙を乱したとき、それを消し去るための安全装置だったんだ。ならなんで命の木はそのクグツを解毒する果実を実らせる。あの果実こそが知恵ある世界を守る最後の安全装置だったんじゃないのか。ガイさん、
アマテ。だから命の木に果実が輝く限りこの宇宙は救う価値があるんだ。違うか、ドクター佐伯。この子が私たちを助けてくれたの。パーテル、この宇宙で争いのない世界を望むことは確かに難しい、不可能のように思える。けれど諦めずに思い続ければいつかきっと。翔平と結衣さんのおかげで命の木も輝き始めました。知恵ある限り愛ある世界は終わらないのです。それを二人が証明してくれました。君の冒険はこれから始まるんだ。次はどの宇宙に行くのかな。一体宇宙っていくつあるんですか。可能性の分だけ、そして宇宙の数だけ、冒険と素晴らしい出会いが君を待ってる。初陣にしてはいい動きだったぜ、ルーキー。先輩たちに頼り切りでお恥ずかしいです。恥じる必要なんか一つもない。逆だよ。助け合える仲間がいることは僕らの誇りだし。じゃあ行くか。一つの星に干渉しすぎちゃいけない。だからさよなら。またいつかどこかで。行こう、それぞれの明日へ。やっぱりここに戻ってきたんだな、ガイ。
次のミッション。